はい、どうも、アトリンハイです。本日もよろしくお願いします。ということで、皆さん、やっとこの企画が取れるということで、アトロインハイもね、めちゃくちゃピーハラ、嬉しい気持ちでね、楽しみにしてました。ね、今年チャンネル登録者数がありがたいことに1000人から6000人、跳ね上がってね、視聴者 B 級球団アンケート、by 中日ガチ勢アウトロンインハイということで、この中日ドラゴンズガチ勢の応援チャンネルでね、どれぐらいの割合でね、各球団ね、愛してるね、ファンの方の割合がいるのか、調査ができるということで、本当に皆さんね、協力してくれた方々、そして球団愛のコメントくれた方々ね、本当にありがとうございます。まあ、そしてね、ドラゴンズファンに限らず、他球団ファンでもね、僕のことを応援してくれたりとか、このチャンネル見てくれた方ね、本当にね、まずはこの前提に土台としてね、感謝ありがとうございます。感謝感激なんですけども、ね、どれぐらいの割合かなと思って、まあこのチャンネルね、ドラゴンズの応援チャンネルですから、ね、中日ガチ勢ですよ。ドラゴンズ、アイラブドラゴンズ言うてきてね、投票数が923件、約1000件近い、まあ6分の1のこのチャンネル登録者数の中でね、投票してもらえて、ね、コメントも後でね、全部ね、基本的に熱いコメントはね、返したいと思ってるんですけども、動画の中でね、一つ一つね、返していきたいんですけど、いや、投票数も多くて、ここまではいいんですよ。うん、ここまではいいの。うん、ここまではいい。だけどね、先にまあ、順位結果言っちゃうとあれだけど、総評的に、溜まったもんじゃないよ。溜まったもんじゃないよ。溜まったもんじゃないよ。本当に。って感じでした。うん。いや、本当にあの、他球団ファンの方も歓迎ありがたいんだけど、やっぱね、本音、欲を言えばドラゴンズファンだから、やっぱドラゴンズファンが多くあってほしいと、ね、心の底から願ってたんですけど、まあ、溜まったもんじゃないよっていうね、結果。それだけはね、先にお伝えしておきたいなと思います。はい。まずね、あの、順位、ね、12位から1位まで発表して、その後ね、皆さんの熱い球団愛のコメントに対してね、いろいろと、返信できればなと思うんですけども。それでは皆さん、心して、はい。あの、もう、すごい、やばいんで、順位が。あの、本当に、身構えて、この後を、閲覧してください。それでは、行ってみよう。はい、ということで、まずはね、最下位になってしまいましたけども、12位、ズバリ、西武ライオンズということで、まあ、こちらはね、パリーグにはなるだろうと思ってたんですけども、投票数がね、4票ということで、まあ、逆にね、このチャンネルで西武ファンの方が4票、で、この4名の方、アウトロインハイはものすごく嬉しいです。ありがとうございます、投票してくれてね、西武ファンの方。ありがとうございますです。あのね、アウトロインハイは西武ドーム大好きですから、今年ね、交流戦で西武ドーム行かしてもらいましたけども、いやあのね、グルメも美味しいですからね、本当に。で、あの、坂ね、ちょっと坂はあの、山登りみたいになる感じはあれで足腰鍛えられますしね、ちゃんとね、うん、あの、ぬいぐるみもマスコットも今年西武ドーム行ってね、現地でゲットしてきたということで、まあ、ユニフォームの色もね、このホームの白青、白水色、若干似てるとこもありますしね、あの、松坂さんがね、ドラゴンズに来たりとか、今日、入団会見やってたけど、中地、元西武ですからね、前世紀バリバリ、まあ、今、あの、巨人経て中日ですけど、ね、中地がいたりとかですから、いや、まあね、西武、ね、来年交流戦、何かとね、投手力、最近西武良くてね、打力がちょっと良くないというところで、まあ、一昔前はね、山賊打線って言って、まあ、ドラゴンズととてもね、見つかないところはあるんですけど、ただドラゴンズも2018年、実はね、打力は良かったんだけど、投手が今度はダメでみたいな時があったんで、いや、ちょっと西武にもね、うん、縁を感じちゃったりするんですけど、まあ、順位はね、最下位になりましたけども、でも西武ファンね、4票の投票、本当にね、ありがとうございました。そして、次はね、同率ということで、同率順位の発表とさせていただきます。福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズということで、こちらはね、2球団競合になったんですけども、こちらはさっきの西武ライオンズ4票で、こっちはね、5票ずつでした。いや、本当に1票差でね、こちらのね、もう5票ずつのね、もう投票してくれた方々も本当にありがとうございました。もう本当にこのドラゴンズのチャンネルでね、ロッテファンの方とソフトバンクファンの方、見てくれてんのがね、めちゃめちゃありがたいわ、ありがたいわなんですけれども、いや、先にソフトバンクのイメージだとね、やっぱ又吉選手が FA でドラゴンズから行きましたけど、まあ、岩崎投手を金銭トレードじゃないね、人的保障でもらって、ね、まあ、来年怪我ね、治ったら楽しみにアウトロインハイをすごくしてるんですけど、人的保障の時動画にも残ってますけど、アウトロインハイものすごく嬉しかったんでね、うん、まあ、そもそも戦力層が厚いっていうところあるんですけども、まあね、育成力もあって、資金力もあって、ちょっとドラゴンズは正直ね、見つかわない球団かなと思うんですけども、上林選手もね、今日ね、入団会見ありましたけども、もう本当にね、一回死んだ身じゃないですけども、ね、もう本当にソフトバンクで活躍した選手、まあ、ちょっと怪我勝ちっていうところあるかもしれないですけど、今年の細川選手みたいにね、ドラゴンズに来て、上林選手輝かして、交流戦のソフトバンク戦でね、うん、打ってやろうと思ってるので、ソフトバンクファンの方ね、よろしくお願いします。
そしてね、千葉ロッテマリーンズ。こちらはね、アウトロインハイ中学生の時から友達のね、たまにね、チャンネルでも出たりしてたんですけども、今年の3月にも、順位予想のね、コーヒーのカフェのところでね、動画出しましたけど、あの子ロッテファンなんですけども、まあ、ロッテって言うとやっぱね、L-O-T-T-E、おー、ロッテ、俺たちの誇り、千葉ロッテマリーンズ。なんかちょっと違ったらごめんなさいね。でも千葉ロッテのね、コール、応援、声だし、ね、アウトロに入り中学生行った時、名古屋ドームのレフトスタンド行った時ね、連れてってもらった時に、そのロッテファンの友達の子に、地面揺れてたからね、人工的に地震が起きてたわっていう。いやーでも応援はかっけえなっていうね、あとフラッグとかね、口笛とかね、ロッテはね、応援団が熱いっていうか、応援が大好き。うん、そういう意味ではね、ロッテね、大好きだなっていうところあるんですけども、いやー日本シリーズもね、名古屋ドームで、浅尾投手が岡田選手に打たれたシーンとかなんか TikTok でたまに回ってきたりしますけど、いやもう一回ロッテ対中日の日本シリーズね、その頃アウトロインハイファンやってなかったんで、もう一回見たいなというところあるんですけども、いや本当に、ロッテのね、ファンっていうのがアウトロインハイ応援スタイル好きなんで、いやーね、5票投票してくれた方々ね、本当にね、ありがとうございました。そしてね、まだまだ行きますよ。次はね、9位ということで、こちらもね、僅差、8票ですけども、東北楽天ゴールデンイーグルスということで、こちらはちょっとね、現地に行ったことがないんで、マスコットキャラクターぬいぐるみ持ってないんですけども、いや、ドラゴンズから行くとね、マスターこと阿部選手、まぁ、ちょっと今年はね、あんまりあれでしたけど、ね、いぶし銀で、岩手出身でね、行きましたけど、うん、アウトロインハイもね、気にしてましたけど、まぁ、仙台といえばやっぱね、牛タン。ね、まあ、あんまりアウトロイハイね、楽天の試合見てるわけじゃないんで、こう、うまく言えないんですけども、牛タンがうまそうだなっていう、やっぱ本場の牛タン、アウトロイハイ肉の中でね、牛タンが一番好きなんよ。だからね、早く仙台のこぼすた宮城パークかな、今もう名前違うんかな、よく変わるからわかんないけど、行ってみたいなって思うんですよね。観覧車があったりとかね、あとチャンスの時に、てとかってね、ドラクエみたいななんかチャンステーマ流れるじゃないですか。あれ好きですよ、アウトロイハイ。敵ながら不気味でしたから。いや、そう対戦する機会はなかったですけども。いやー、楽天ね、まあ、涌井さんも元楽天ですから。いやー、楽天ファンの方、ね、8票ですけども。いやー、来年もね、どうかね、よろしくお願いします。どんどん行きましょう。8位。オリックス・バファローズ。こちらはね、11票、11ということで、こちらはね、日本シリーズのライブ配信やった時にね、やっぱオリックス VS 阪神だったということもあって、パリーグの中ではね、上位に入ってきてるんですけども、まあ、やっぱオリックスというとね、松井裕介選手とか松井正人選手、ドラゴンズからね、こう、行った選手がいますし、あと、モヤ選手とかね、懐かしいけどね、ちょっとね、縁を感じるんですよ。まあ、今はね、今でこそオリックスも本当に日本一、ね、優勝を争うもう強いチームになりましたけど、数年前まではね、こう、セリーグの最下位中日ドラゴンズ、まあ、最下位って言ってもまあ B クラスか、パリーグの最下位 B クラスオリックスバファローズみたいなね、どんぐりの背比べやってましたから、ちょっと絆がね、あったんですけど、個人的には。ね、そんなところで絆作ってんじゃねえよって言われたら、元も子もないんですけど、今となってはね、もう大先輩、もう下から見上げる存在になっちゃったよね、本当に。どういう角度から見上げればいいんだろうみたいな。遥か彼方の先輩になっちゃったけども。いや、でもオリックスもね、強固な投手力。まあ、そしてね、吉田正尚選手とか、こう、メジャーに流出してもね、まあ、もちろん FA で森選手取ったりとかありますけど、こう、カバーできる打線もね、こう、みんなでカバーできる総合力の高さっていうところがね、いや、ドラゴンズからしてもね、まあ、羨ましいっていうか、見習わなきゃいけないなっていうところなんですけど、いや、ライブ配信でもね、オリックスファンの方からコメントいただいたりとかして、いや、ほんとアウトロインハイ嬉しかったんでね、来年ね、まあ、ちょっと今は、だいぶ戦力差ついちゃいましたけど、ドラゴンズとはね、来年もオリックスファンの方ね、このチャンネルね、応援していただけると嬉しいです。まあ、きっとドラゴンズは強くなるんでね、近々、その時ね、オリックスさんと戦えることをね、楽しみにします。そして、こちらね、パーリーグ首位、パーリーグトップの座をね、奪ったのは、6位、北海道日本ハムファイターズということで、日本ハムの方、いただきました。26票ということでね。いや、本当にね、このマスコットキャラクターくれたのもね、ちょっと巨人ファンの方なんですけども、こちらはね、視聴者さんからね、もらえたということで、本当にありがとうございます。もうこれ嬉しい宝物なんですけどもね。いや、日本ハムファイターズといえばね、やっぱりね、まあ、お互い再会同士だなと。まあ、ハムファンかの方から言われるとね、言われたくないとは思うんですけども、いや、お互い再会同士ということで、まあ、新庄監督と立浪監督いろいろ比べられがちですけども、同じ来年3年目。結果があれということでね、明るいチームとね、ちょっとこっちは厳しいチームになってますけどもね、まあ日ハムはね、やっぱタイプが違って、万波選手、清宮選手、野村選手、若い
長距離砲の野手がワンサがいるっていうのはね、非常に楽しみだなと。まあ、そして加藤投手も残留に成功しましたし、山崎幸也投手もね、獲得したということで、いや、来年ちょっと日ハム楽しい意味かなって感じなんですけども、まあ、2年連続ね、ドラゴンズ3連敗食らってるわけですよ。2年前はキツネダンスコラボダンス歌ったら3連敗して、今年も3連敗して、アリエルね、アリエル取られて、まあ、取られてってこっちから出したんだけども、アリエルが今年ドラゴンズにいたらどうなってたかって思うんだけどもね、アリエルがハムで活躍して、いや、来年ね、このまま黙ってられっかって。まあ、エスコンフィールドもそうですけども、エスコンフィールドも行きたいんだよね。本当に。エスコンフィールド行きたい。ね、ライブ配信の時にも、M さんだったかな、あのね、ぜひエスコンフィールド来てください、みたいなコメントありましたけども、アウトレーン行きたいから、ね、もう、血を這いつくばって行ってやりたいよっていうね、戦艦トンネルか、あそこのところで海に溺れてね、溺れちゃいますけどもね、飛行機でこうやって翼を授けるじゃないけど、飛んでいかないとあれですけども。いやー、でも日ハムはね、ちょっと、さっきもオリックスの時行っちゃいましたけど、日ハムにもね、やっぱりこう、同じ再会同士というかね、もっとお互いもっと上目指してね、早く強くなりたいなっていうところで、ちょっと縁を感じるので、いや、ハムファンの方ね、26票、パリーグの中ではね、トップオブザトップということで、いや、本当にね、このチャンネル応援していただけて、見ていただけて、投票いただけてね、本当にね、感謝感激です。ありがとうございます。すいやせん。皆さん気づきましたか？今、8位から6位って言ってね、7位飛ばしましたね。いや、7位にまさかのね、セリーグのチームがランクインということで、忘れてしまって申し訳ないんですけども、東京ヤクルトスワローズ、ね、つば九郎ですよ。ね、14票ということで、パリーグ1位のね、日ハムに負けてしまったということで、神宮ね、アウトレーン杯今年たくさん行ったんだけどな。なんかちょっとおかしいね。なんか不思議。不思議発見、本当に。神宮ね、グルメね、自撮りのやつとか、塩見の混ぜそばアウトローイ杯大好きで、塩見の混ぜそば買うと、塩見の旗がいっぱいゲットできるんでね、ちょっと画面外だから、まあでも撮っちゃうか。みんなに見せたいから見せちゃうか。もういっぱい持ってるんですよ、これ。見てください。もういっぱいいっぱいこれ。グルメ食べすぎていっぱい旗持ってるんですよ。神宮でね、グルメ食べて。神宮のグルメマジで好きなんだよねっていう感じなんですけども。まあね、大体こう打ち合いになってね、火薬庫じゃないですけど、オランダ戦でホームランが見れるんで、楽しいんですよ、現地観戦人としてはね。レフトスタンドのドラゴンズファンの一体感もそうですし、あと三塁側の内野とかレフトスタンドね、2500円ぐらいでだいぶね、いい席なんですよ。お値段も安いということで、ほんとアウトレーン杯、ヤクルト、神宮大好きなんですけど、まあ狭い分ね、ホームランがいつ入るかっていうね、こう、守備時間はドッキドキのね、もうあれなんですけども。いや、でももうちょっとヤクルトファンね、増やしたいなっていう、つば九郎とね、ドアラはマスコットで言うとね、1位、2位を争う人気ぶりですから、もうちょっとね、ヤクルトファンの方はね、アウトレーン杯個人的には増えてほしいなっていうね、まあ来年ももちろんヤクルト戦はね、ドラゴンズの試合はね、動画上げるので、いや、もうちょっとヤクルトファンの方も、にもね、正直見てもらいたいなということで、まあ、むしろね、14票入れてくれた方々、いや、本当にありがとうございますですし、ぜひね、よかったらヤクルトファンの方にね、このチャンネルも、おすすめしていただけたらね、アウトロイン杯、I'm very happy ですから、よろしくお願いいたします。そして、ここからはいよいよ残すところ、セリーグの争いということで、まずね、5位。広島東洋カープということで、スライリーさんに出てきてもらいましたけども、27票です、こちらもね。結構僅差でしたよ。北海道の日本ハムファイターズとたった1票しか変わらないということで、ちょっとね、広島ファンも結構もっと増えてほしいっていうアトリエ杯から思うんですけどもね、去年マツダスタジアム夏休みね、初めてね、3連戦行って、まあ、ネオ投手がアンパンチ松山選手にサヨナラタイムリー食らってね、まあ、泣きそうっていうかもう本当にもう、周りのカープファンが大喜びで、大喜びで、レフトスタンドのあそこのところでね、ほとんどドラゴンズファンがいないというところで、もう、本当に泣くっていうか、僕は何なんだっていうね、世界に取り残されたもう、一つのつぼみのお花かと思いましたけども、いやー、でもね、逆裏を返せば、こう、カープのホーム感、アウェー感じゃないですけど、あの一体感っていうのはね、こう、地元に愛されてるっていうのは、アウトロニーはええなーって思いましたし、あと宮島の食べ歩きね、お好み焼きとかね、レモネードとかうまかったからね、一回行きたいんだけど、いやーカープはね、あと新井監督ね、明るい、もう選手と一体となってね、明るい、ああいう監督アウトローイン杯好きだなっていう新井監督みたいな兄貴分がね、こう選手がはっきり言ってこうゴリゴリなすげえね、めっちゃすげえっていうメンツじゃないのかもしれないけども、こう総合力でね、チーム力で2位まで行ったっていうのはね、本当にこう我ながらというか我ながらおかしいか敵ながらね、もうカープすげえなってね純粋に思いました。いや順位表もアウトローイン杯も含めて下馬評も高くなかったんで、その中で2位行ったっていうのは本当にすげえなと思うんで、来年ね、いやどうなるかわかんないですけども、いやでも広島ファンの方もね、27名の方、投票ありがとうございます。来年もね、ぜひ広島ファンの方
方も、ぜひアウトローインハイのことをね、広めてもらって、おすすめしてもらえればなと。まあ、来年行けるかわかんないですけど、またね、マツダスタジアム広島の現地ね、行きたいなと思うので、ぜひ見かけた時はね、声かけてください。そして、ここからはね、だいぶ投票数がギャンと上がるということで、用意、読売、ジャイアンツ、ジャイアンツということで、こちらはね、94票。はっきり言ってね、アウトローインハイね、次3位のチーム発表するんですけど、3位のチームにだいぶ僅差だったんですよ。危ねえ危ねえ。very very dangerous。 あー、危なかった。一回ね、3位になりかけた時もあったからね、やばかったよ。あー、東京ドームアウトローインハイね、だいぶ行きましたけども、開幕戦と最終戦覗いたらね、真ん中、中9連敗。もうね、トラウマになりそうですけども。まあね、アウトローイン入るこのチャンネルで結構ね、準レギュラーじゃないですけど、巨人ファンの友達の子結構東京ドームで出てくれたりとか、あとドラゴンズファン、地元ね、高校の時の友達でドラゴンズファンは一応軽くやってんだけど、まあ本命は巨人ファンっていう子もね、出てくれたりとか、まあ、結構巨人ファンの方の出演がね、友達が多いということで、まあその影響もあるかなと思うんですけどもね、個人的にも坂本ドリンクね、なんだ、ナタデ高校が入ったグレープフルーツの、坂本ドリンクが好きですしね。が好きですし、っていうところありますけどね。まあ、中田翔選手もドラゴンズにもしかしたら来るかもしれないというところもありますしね。まあ、来年、安倍監督で、まあね、かなりドラフト見てもね、戦力補強を見ても、なんか憂いな取ったらしいですけど、楽天行ってね、戦力外になって、もともと巨人の選手だったらしいですけども、まあ、中継ぎもトレードで補強したりとか、かなりね、即戦力の順位の結果を求められてるっていうところで、まあ、安倍監督がどういう手話をするのか、こう、門脇選手、秋広選手が出てきた中で、若手を使いながらも、でも結果も残さなきゃいけないというところでね、その手腕っていうのがね、敵ながら気になると思うんですけども、やっぱり中日対巨人っていうのはね、まあ、阪神対巨人が伝統の一戦言いますけど、ドラゴンズファンからしたら中日対巨人が伝統の一戦だよっていうね。別にアウトローインハイはアンチ G でもなんでもないんですけど、いや、お互いにね、こう、バチバチで、勝負して、勝ちてえなと、良きライバルじゃないですけど、まあ、順位からしたらね、ライバルって言わないのかもしんないですけど、打てるチームと守れるチーム、まあ、矛と盾かもしんないけど、いや、巨人のファンの方ね、94名の方、結構たくさんの方見ていただいて、本当ありがとうございます。現地で東京ドームでもね、終盤の時に声かけていただいたりとかね、写真撮っていただいたりとか、あとはね、さっき、この日ハムのマスコットくれた方も巨人ファンでしたから、いやー、まあ、結構ね、まあ、東京済みっていうのもありますけど、巨人ファンの方にはね、本当に今年ね、お世話になりました。そしてここからはね、銅メダル、銀メダル、金メダル、3位、2位、1位の発表となるんですけど、我が中日ドラゴンズ、ねえ、どこで発表されるのか、いうとこですけど、3位、ズバリ、中日ドラゴンズ、126票ということで、3位で敗れました。ねえ、まあ、1位はあれかなと思いましたけど、2位も取れなかった。悔しすぎる。マジで悔しい。たまったもんじゃないよ。もうちょっとドラゴンズファン頑張ってくれ。本当に心の底から思いました。アンケートね、結果見て、いやー、ドラゴンズファンね、ドアラもね、泣いてますよ。いや、126名の方ありがたいんですけど、きっとね、6000人の中でドラゴンズファンの方はもっと多いと思うんですけど、いや、まだまだ僕のね、声が届かなかったっていうところで反省しなきゃいけないなっていうところもあるんですけどね、ここで呼ばれるのがちょっとショッキングだなと。アクティブな方はね、126名だったということで、いや、でも逆にね、この126名のドラゴンズファン、大切にしたいなと。ねえ、もう本当に2年連続最下位で、まあ、アウトローインハイね、ファン歴11年目、ずーっとクライマックス行ったことなくてね、まあ、辛い経験しかしてないですけど、いやーでもね、ここ最近ドラゴンズファンになった方とか、まあ、昔からドラゴンズファンの方、ね、なおさら強い時期のドラゴンズ知ってる方、めげずにね、このチャンネルと共に、まあ、一緒にこうね、慰め合いながら時にはね、こう知った激励したり、喜んだり、悲しんだり、まあ、このチャンネルでね、こう、心の支えじゃないですけど、気持ちをね、お互い共有して、なんとか苦しい時期ですけど、ここ乗り越えてね、これ以上下がることないですから、上を向いて歩こうじゃないけど、本当に上向いてね、来年立浪監督3年目、ある程度結果欲しいね、優勝って言いたいけど、クライマックス経験するだけでもね、今の若手がね、だいぶ成長すると思うんですよ。まあ、だからこそ今めげずにここ乗り越えたら、皆さん一緒にね、喜び分かち合えると思うんで、絶対動画でクライマックス優勝の動画出したいんで、その時にね、このチャンネルを皆さん一緒にね、その上まで応援していただけたらなと。まあ、それ以降も応援していただけたら嬉しいんですけど、いや、本当にこのね、ドラゴンズファン126名今苦しいですけど、このチャンネルと共にね、こうやって投票してくれたり応援してくれたりっていうのは本当に嬉しいですね。バンテリンドーム行った時も、いや、声かけてくれたりとか、ね、小学生の子に TikTok 見てますって言われちゃったりしましたけど、まあ、ちょっとそこはジェネレーションギャップを感じましたけどもね。いや、本当に、ドラゴンズファンの方に一番応じてもらえるのが、やっぱりアウトローインハイは一番嬉しいですからね。もちろん、
ドラゴンズファンが一番愛してますから、うん、本当にね、感謝。感謝で、感謝っていう2文字で片付けるのがもったいないぐらいですけども。いや、本当にね、まあ、3位という結果に終わってしまいましたけど、この126名の精鋭の方々、まあ、そして今回投票を忘れてしまった方もいるかもしれませんけど、いや、本当にね、これからもね、よろしくお願いします。2位、ね、3位のドラゴンズを破ったチームは、横浜 DeNA ベイスターズ150票ということでね、すごい勢力だったね、正直ね。びっくりした、ドラゴンズ倒して。このチャンネルはベイスターズチャンネルかって突っ込みたくなるけどもね。まあ、ハマスター自体はね、ファンサービスも良くてアウトローに入り大好きですよ。大好き。ねえ、バウアーもね、ポケモンコラボしたり、バウアーが守備のあれでさ、うわーって叫んだ試合もアウトローに入り現地でしたけど、今思うとね、バウアーね、現地で見れたのが超レアみたいな一生の思い出かなっていう感じしますけどもね。いやー、本当にね、今年、ハマスタでも現地でね、こう、ドラゴンズファンじゃないけど、ベイスターズファンだけど、2番目にドラゴンズ応援してますよとか、そういうことを声かけてくれるベイスターズファンの方々ね、いや、嬉しいなと。ベイスターズファンの方結構あったかいなっていう印象が強いんですよ。結構あったかいファンの方多いなってイメージなんですけどもね。まあ、本当にベイスターズファンの方もね、いやー、まあ同じね、青ということで、青市ね、まあ、特にハマスタ行くとね、ベイスターズのユニフォームとドラゴンズの道田ユニフォーム、色が変わんないから、どっちがどっちかね、もう全員一緒なんじゃねみたいな。全員肩組んで踊ろうぜみたいになりそうですけども。まあ、試合結果見たらしっかりね、マダックス最終戦食らったりとか、中日銀行言われてますけどもね、来年はね、ドラゴンズの意地見せるよと。ね、まあ、ちょっとベイスターズファンの方にもね、噛みつくじゃないですけど、逆に言わせてやりたいんで、いや、本当にドラゴンズのこと応援してくれる方々ありがたいんですけど、応援してたら痛い目見るよ、みたいな。うん。いい目見ろよ、痛い目見ろよ、みたいな。うん。感じになると思うので、まあ、来年はね、うん。このチャンネル投票してくれて応援してくれて嬉しいんですけど、ちょっと来年は、うん、反逆、ね、反抗しちゃうかもしれないんで、ちょっと、うん、お気をつけください。そして、皆さんご存知、中日ガチ勢アウトローインハイ。一番視聴者びいきの球団が多かったのは、1位、阪神タイガースということでね、こちらはグラサンつけて言わさせていただこうかね。うん、阪神といえばね、このアウトロインハイのチャンネルライブ配信でもグラサンつけさせてもろたけど、エセ関西弁で行こうっちゅう話だけどね、投票数が453票溜まったもんじゃないね。ズバ抜けとるやないか。2位のベイスターズと300票差だよ。阪神ファンがこのチャンネルを応援してくれてる。いや、嬉しいよ。ありがとうやね。大きにやなんだけど。いやー、でもやっぱさすが日本一になる阪神ファンよね。パワーが違うわ、パワーが。熱いファンが多いじゃん。アウトロイハイ熱いファン好きなんよ。阪神ファン好きだよ、本当に。でも応援してくれてありがとな、本当にな。まあ、日本シリーズもライブ配信ね、なんなら今年ライブ配信初めてやったの阪神だから。まあ、ベイスターズ対広島のクライマックスファーストステージからやったけど、阪神対オリックス、阪神対広島、まあ盛り上がったからね。初めてのライブ配信でいっぱいね、チャット欄もコメントくれた方々が阪神ファンだったから、嬉しかったよ。ね、来年はもちろんドラゴンズのライブ配信絶対やるけどさ、いや、阪神ファンの方ね、嬉しかったね。最高の試合見ながら最高のファンのコメントいただいて、ひっきりなしにアウトローに入るもね、もう喋ることに困らないからさ、いっぱいネタ提供してくれるから。まあ、阪神ファンの方々にはね、もう感謝。コミュニティというか、コミュニケーション能力高いよなっていうね。褒めてるってね、よくコメント欄に言われるけど、事実やね。まあ、アウトローインハイ、すごいものはすごい言いたいねん。エクセレントのものはエクセレント言いたいねん。もう忖度したくないねん。だから、普通に単純にすげえもの見せられたからすげえって言うため。事実をあくまで述べただけやね。だから、別に用意書してるつもりもないし、来年ね、阪神対中日になって、容赦なくね、ドラゴンズギャフン、がっつり噛みついてるから、そこはね、タイガースファンの方も覚悟してほしいんですけどもね、本当にね、いつまで経ってもこのペラペラのトラッキーで申し訳ないし、来年ね、甲子園京セラ行って、現地を赴いて、阪神ファンの方にもね、ぜひ声かけてもらいたいっちゅう話やけど、ちゃんと本物のトラッキー手に入れてね、甲子園、独特の雰囲気、アウェイ、阪神ファンの圧力、
ね、もう敵チームからしたら末恐ろしいわっていう、その雰囲気をね、やっぱ現地で体感したいなっていうのが今すごく気持ち強いから、いやまあ本当に阪神ファンの方ね、いやコメント欄見てもね、あったかい人多いからね、うん、人情があるって言ったらあれかもしれんけど、あったかいっちゅうね、だから感謝しとるで、まあ来年も、うん、ちょっと阪神戦、ドラゴンズ対阪神の時は、ドラゴンズガチで応援させてもらうけど、いやクライマックス、阪神対中日ね、中日の上位互換阪神タイガースって言ってきたけど、お互いがね、同等の力になって、ね、日米じゃないね、琉球通商条約、ね、本当に、いつまででもね、本当に、なんだ、一方的な琉球同盟じゃん、同盟じゃないから今のままだと。完全にね、偏無的だからさ、お互いにね、うん、本当に相互の協力も協力はおかしいけど、対等な関係になりたいから、頑張りますわ、ドラゴンズ。いやでも本当に阪神ファンの方、マジでありがとう。マジで感謝。ということで、12位から1位まで発表させていただきましたけども、いや、本当に約1000名近くの方がね、たくさん投票してくれて、そしてね、これに飽き足らず、熱い球団へのコメントもたくさんお寄せいただいたということで、アウトロイン杯ね、もうコメントもらったら返せずにはいられない性格なんで、今からテンポよくね、どんどん返していきたいと思います。本当はね、お名前呼びたいんですけど、表示がね、アットマークユーザーなんちゃらなんちゃらって表示されてるんで、ちょっと名前がね、これわかんないんですよ。ただ何回もコメントしてくれてる方は多分、僕の予想、頭の中にあるね、名前で呼ばさせてもらうんで、あと漢字がアウトロイン範囲弱いんで、ライブ配信見てくれてる方ならわかると思うんですけど、ちょっとお名前間違えたりとかしたら本当に申し訳ないんですけども、ぜひコメント欄でね、名前間違えたよってね、突っ込んでくれたらありがたいんで、いやでも本当にコメントをしてくれた方々に感謝してますし、コメント返しね、スーッとね、はい、素早く行ってみたいと思います。まずね、原監督好き。ね、無能とか言う人いるけど、WBC 優勝監督今年も若手大量育成、そして何度も優勝に導いてくれた、原監督はこれ巨人ファンの方だと思うんですけどもね、原監督もね、第一次政権、第二次政権かな、第三次政権、2時までだったか分かんないけど、長らく監督やってきてね、まあ、昔、原監督中日が強かった頃もやられてると思うんですけども、まあ、本当に喋りが上手いよねっていうね、政治でやれるんじゃないかっていう感じですけどもね、いや、でも原ジャイアンツね、この直近で原ジャイアンツやってる時にね、ドラゴンズが強くなってクライマックスシリーズ争いたかったなっていう、でも原監督もね、こう、坂本選手が涙流したりとか、菅野選手が涙流したりとか、選手から愛される監督だったと思うんでね、いや、本当にね、お疲れ様です。ね、巨人ファンの方もコメントくれてありがとうございます。そしてね、こちら次、ドラゴンズ愛というのね、シンプルにラブって送ってくれましたけど、確か哲也さんだったから、これね、ちょっと名前間違って申し訳ないんですけども、シンプルな正義をね、ドラゴンズ愛、ね、その愛届けてね、来年クライマックス以上行きましょう。そしてこれ、星野さんかな、多分ね、やっぱ中日ドラゴンズ以外ない。中日が一番大好きだし、中日以外考えられないね。これぞまさに中日が好きな視聴者様のコメントだと、ふさわしいコメントだよね。ドラゴンズしか考えられない。ドラゴンズ一択、こういう熱いコメントいただけるとね、アトリー杯もね、共に応援しててね、嬉しい。次、もうかれこれ26年間ベイスターズファンです。98年の日本一も TBS の暗黒時代も応援してきた誇り高い、星党ですということでね。いやー、辛い時の暗黒時代も応援しながら、今の強いベイスターズも応援してる。26年ということで、まあ、アトリー杯はね、11年ということで、自分では長いかなと思ってるんですけど、いやいやいや、ね、大先輩がいらっしゃるということで、26年間やっぱ辛い時もありますし、いい時もありますし、こういうね、先輩ファンの方見ると、自分ももっともっとね、応援頑張らなきゃとね、思えるね、コメントでした。そして次。なんと言われようがジャイアンツ一筋です。来年は安倍の年にしてくれるようなので楽しみですということで、こちら巨人ファンの方ね、さっきも言いましたけど、安倍監督新監督になってね、どういう巨人のカラーになっていくのか、まあ若手レギュラー、このね、こう融合バランスっていうのがね、大事だと思うんですけども、まあやっぱり巨人というか勝利至上主義、もう結果残さなきゃダメっていう世界なんで、もちろんどこでもそうなんですけど、より結果が求められるっていうところはね、こう安倍監督の巨人はどうなるのかっていうところね、非常に楽しみだなと。そして次、もちろん中日です。生まれた時からかっこわら、来季が楽しみですねということでね、もちろん中日、生まれた時からドラゴンズファン、生粋のドラゴンズファン、いやありがたいね。そういう人にこのチャンネル見てもらえてコメントもらえるっていうのがね、もう来季が楽しみ。アウトライン杯も来季楽しみよ、うん、毎年楽しみにしてんだから、もうあとはね、このファンの気持ちを選手、監督、コーチ一体となってね、結果残してほしいよね。そして次、なんでタイガースが好きなのか、それは毎年エラー数最多で巨人に敵対心抜き出しだったことかなってね、ファンがねって、あとは単純に糸ちゃんのスイングスピードに超えたから、糸ちゃんと糸原選手のことかな、多分糸井選手からどっちかわかんないんですけども、うん、いや毎年エラー、確かに阪神ね、エラー数多かった、今年もエラー数自体多いと思うんですけど、ただね、やっぱりゴールデングラブ5人だったかな、それぐらい選ばれるぐらいね、特に二遊間中野選手、木浪選手の併殺数がリーグトップとか、やっぱり守備は明らかに良くなったんよ、固定してね、サードさせてるファースト大山とか、もう岡田監督のね、采配力量っていうのもあると思うんだけど、この選手はね、甲子園っていう、こう難しい天然芝の球場で、やっぱりこう大事な守備力を上げたっていうのがね、今年のこの阪神、強い阪神にね、繋がったんじゃないかなと思います。そして次、もともと西武ファンだったんだけど、オリックスの応援歌聞いて、そこからオリックスが好きになりましたってことで、西武ファンからオリックスファンになられたっていうことでね、いやーでも応援歌聞いてこうね、そのファンになっちゃうっていう気持ちもわからんでもない。アウトレイヤーもさっき言いましたけど、ロッテのね、応援聞くとやっぱロッテいいなーって思っちゃうんで、パリーグだとね、ちょっとロッテ応援しちゃおうかなーみたいな気持ちになりますけども、アウトレイヤーはね、シーズン中は特に、やっぱ一つの球団しか追えないんでね、全力で応援してるんで、こう、つまみ無事じゃないですけども、そういう応援の仕方もいいと思うんですけど、やっぱアウトレイヤーはね、ドラゴンズ一筋でいきたいですけど、こう応援歌でこうね、こう、応援するファンを、球団を決めるっていうのもね、一つね、愛なのかなと思います。そして次、ちょっとこれはね、変わったコメントなんですけど、他球団の短い会場になっても珍しくないと。本命の中日の成績があれだし、他の大手 YouTuber ですね、他球団ファンが多いってことね。いや、これよく言われますね、他の次のね、野球系やってる YouTuber の方、アウトレイハイもね、企業分析じゃないですけど、競合分析見たりするんですけど、まあ、普通にエンタメとしても見たりするんですけど、アゲップが出るごめんなさい。
来られたよ。いや、本当に、他球団ファンの方の方がね、自分の応援してるファンの人数よりも多いってことはね、全然あるんで、いや、むしろね、それだけ注目してもらえてるっていうか、見てもらえてるってのはありがたいんですけども、まあ、二次会会場としてもね、まあ、一応開いてはいるので、まあ、来ていただけることに関しては感謝したいんですけども、来年はね、二次会会場じゃなくて、一次会じゃないけど、ドラゴンズが勝った動画をね、たくさん出したいなと思ってますね。そして次、なっちゃんさんかな。家族がドラゴンズ関連の仕事だったので好きになりました。家族は強いですよね。いつもコメントありがとうございますね、なっちゃんさんも。いや、家族関係でやっぱドラゴンズ好きだってなると、やっぱね、こう、ちっちゃい頃からね、自然的にドラゴンズにこう触れる機会が増えて、まあ、自動的にドラゴンズファンになるっていう方多いと思いますよね。僕はね、別に、こう、家族、親がね、ドラゴンズ好きだったっていうわけじゃないんですけど、むしろね、不思議ちゃんなんですけども、まあでもね、そういう可能性は高いですよね。そして次。ありがとう、2位タイガースってね、なんかもう、これ多分忍者さんかな、もうすでに2位タイガースってこれ予告されてるようなコメントされてますけど、1位ですから、1位ですから、おーということで、ドラゴンズ2位でもなく3位でしたからね。そして次、これ多分巨人ファンのことだと思うんですけど、それはもう生まれた時から巨人ファンよって。いやーね、生まれた時から巨人ファン、いい言葉ですよ。僕も生まれた時からドラゴンズファン言いたかったですね。そして次、たまったもんじゃないよメンバーシップの平等さん、ベイスターズ大好きですね。ベイスターズファン、98年の日本一を経験し、TBS といった素人が球団経営をしたことによる暗黒時代を経験していて、ね、そこに関してはアウトレイハイ何も言えませんけど、何も言えないですけども、でも98年からね、ベイスターズずっと応援してきて、いや、アウトレイハイのファンになる前でもっとベイスターズ苦しかったと思うんですけども、苦しい時を見てるからこそね、今の強いベイスターズをね、見れてるっていうね、こう、見習わなきゃいけないなっていうところありますよね。そして次。エース小林茂かな、4番掛布の時代からの阪神ファン、往年の阪神ファンということで、親父が阪神ファンだった影響ですが、この2人はね、掛布選手なんてアウトローに入っていったらプロ野球スピリッツに出てくる選手ですからね、懐かしいですけども、いやーね、もうだいぶ昔からこれ阪神ファンやられてる方だと思うんですけども、結構阪神ファンのことね、昔から阪神ファンですよっていう方ね、多い気がします。そして次も阪神ファンです。大山選手推しのタイガースファンですということでね、大山選手、大山スマイルね、ドラフトの時はっていう声も出ちゃった時もありましたけど、こう今となっては大山選手欠かせないですからね。まあね、大山選手ずっとされてきたと思うんですけども、タイガースファン、大山選手推しでね、本当に幸せもなんじゃないかなと思いますよ。そして次、サイドミさんかな、たまったもんじゃないよメンバーシップのサイドミさん、なぜファンなのかと聞かれて返答に困るぐらい人生と共にある阪神タイガースよね。人生と共にある阪神タイガース、かっこいいね。アウトレイハイも言いたいよ、人生と共にある中日ドラゴンズ、まあ、アウトレイハイの青春ね、魂ドラゴンズですから、そういうのでいいですよね。そして次、羊さんかな、たまったもんじゃないよメンバーシップの羊さん、送信しました。理由は自分でもわからないけど、なんとなく40年近く阪神ファンですってことでね、40年ですから、多分今今回紹介した中でトップ級だと思うんですけども、年数で言ったらね、まあ大先輩ということで、確かにね、こう説明してくださいって言うのはね、意外に難しいですよね。でもこう、言葉には表せないこの球団愛っていうのもね、感じられるナイスコメントなんじゃないかなと思います。次、そしてね、次、広巻さんだったかな、DNA ファンですが、楽しみな FA 移籍ブランコ獲得、木下祐介の追悼試合の中日さんは要所要所で縁を感じているんですが、確かにね、ベイスターズさんもね、ドラゴンズ情報は常にアンテナ張ってますね、ということで、ありがとうございます。ベイスターズファンでもね、ドラゴンズのことでアンテナを張っていただけるということで、来年はね、ドラゴンズが強すぎる強すぎるっていうね、情報をね、お届けしたいなと思います。そして次、山内優斗さんだったかな、38年前から阪神ファンで申し訳なくないよ、何を言ってんの、黙ったことないよ、堂々と胸張って阪神ファンやってくださいよ、こんだけ強いんだから、今胸張らないでどうすんのって、こちらはね、2年連続最下位でもね、意気揚々とファンやってるんですから、一緒にファン頑張りましょう。そして次、奈緒さんから、当然中日です、当然中日最高だよね。次、阪神ファン歴20年、その前から応援してたけど、当時は選手全然知らなかったので、一応20年にしておきました。パトレックとか坪井さんとか、正直アウトレイハイ、パトレックはわからないですけど、20年もすごいですよ。アウトレイハイ11年ですから、倍ですからね。こう思うとやっぱり大先輩たくさんおられるなっていう感じしますね。そして次、ベイスターズ、俺の宮崎天才クマさん、アウトレイハイさんはフリートークがなくて飛ばさずに見られるから、どこファンかに関わらず見に来てます。ありがとうございます。喋りが上手い、トークが上手いって言われるのはね、やっぱこう、めちゃめちゃ話すアウトレイハイからとしてはね、非常に嬉しいコメントだなと。こういうコメントいただけちゃうとね、もっともっとね、動画撮りたくなっちゃうっていう、今すでにすごい長尺になってると思うんですけども、そして次、怪しいさんだったかな、コミュニティにも書いたけど、阪神だよと、皆さんのコメント見たら、今のところ流動が多いね、流動が多いね、確かに流動が多いけどね、トラタイガースは多いけど、ドラゴンズ多くなかった、騒いだったよ、トラに支配されるのかってね、支配されたよな、ね、もちろんドラゴンズファンです、ありがとうございます。次、名古屋トリテツさんから、中島選手と上林選手と山本選手と板山選手、ようこそドラゴンズね。いや、ようこそドラゴンズ、今日ね、4人獲得になりましたから、いやもう本当にドラゴンズね、上林選手なんか一番最初にドラゴンズの声かけられたから来ることになったらしいんでね、スピーディーな対応っていうのも非常にね、嬉しかったですね。そして次、大のドラゴンズファン、物心ついた時は名古屋球場に、今は亡き父とライトスタンドで観戦してね、いや、お父様とね、こうライトスタンドで観戦されて名古屋球場をね、まあ、昔は一軍が名古屋球場でしたから、親子でドラゴンズファンっていうのもね、最高ですよね。いや、アウトライハイはね、別に親子でドラゴンズファンって感じじゃないから、逆に不思議なんですけど、いや、でもやっぱりこう、親子でね、こう、小さい時から一つの球団を応援するっていうね、素敵だなと思いますね。次、大学時代からベイスターズまで一筋で応援します。平松さんというエースが、これ、プロ野球ですってよく出られてますね。生涯201勝のうち51勝が読売というキラーだったのに、4分の1で読売勝ちっていうことですごいね。他の4球団にも同じぐらい勝てれば250勝いったのに、大嫌いなジャイアンツにも勝てたから、アンチ読売で中日は嫌いじゃないですよってことで、まあね、いろんな方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、敵ね。まあ、逆にこう、相手に嫌われるぐらいで、やっぱこう、強いっていうこともあると思うので、まあ、ドラゴンズもね、こう、まあ、ちょっと、度合いにはよりますけど、こう、相手から決めたがられる、嫌がられるぐらいね、強くなりたいなっていうね、気持ちはあります。次、阪神が大好きです。野村監督の時に親に甲子園連れてってもらいました。ガラガラで負けは当たり前でもずっと応援してました。生まれて初めて日本一見れてよかったです。おめでとうございます。
若かった時から応援してた。だからね、今の阪神があるんだよっていう。こういうのをね、やっぱ聞くとアウトレイハイもね、来年以降もドラゴンズファンやりたいなと思いますね。そして次、さっくんさんね、小学校のソフトボールの友達がドラゴンズファンでその影響からドラゴンズファン。かれこれ、ファン歴40年。すごいね。さっき40年の質疑さんもいましたけども。初観戦は夏休みの名古屋球場の巨人戦。確か先発が宮古投手。宮古投手聞いたことあるよな。名前が一文字なのに珍しいかなって確か完封投げした記憶があるけど、それ以来、プチアンコッキーの経験はあるけど、これほど長いアンコッキーはないと。まあ、アウトレイハイもね、ファン歴11年でだいぶアンコッキー長いなと思ったりするんですけども。ここのチャンネルも初期から、知ってるけど、今年阪神がリーグ優勝しなかったらこんなに伸びると思わなかったのは本音かなと。まだ2024年まで長いようで短いですが、オープンを頑張って動画上げてください。ありがとうございます。確かにね、阪神ファンの方ね、まあ、たくさんこれ、投票数にも表れてるんでね、感謝感謝なんですけども、確かに1位ありますね。次、にわか巨人ファンだけど、丸が来てからガチファンになった。こう、一つの選手が来てね、一人の選手をきっかけにガチファンになるっていうこともね、当然あり得ると思うんですけども、ね、丸、吉井ヒーローってね、今年清水投手から丸ホームラン、丸選手がホームラン打ったのね、忘れませんよ。そして次、ワタライクのドラフトからこちらに来ていたベイスターズファンです。ベイスターズが暗黒時代からずっと見てるね、中日さんに親近感が湧きました。でもあの頃の中日で強かったよ。確かにこう親近感を湧いて見てくれてるって方もね、多いんじゃないかなと。いやでもこういう同じね、こう気持ちが分かってもらえるっていう方に見てもらえるっていうのはアウトレイハイからすると助かるというか非常にね、嬉しいなと思います。次ね、ポンタのアイコンの方。地元は関西なので阪神ファンです。喫水のタイガースファン。喫水のタイガースファン。もう本当に問答無用じゃないけど、綺麗なストレートのコメントね。ありがとうございます。そして次、たまったもんじゃないよメンバーシップ、トラキキさん。関西に住んでると自然にみたいな感じ。中日の矢沢さんの現地では知ってくるぐらいですってことですけどね。こう、住んでる場所でね、やっぱこう地元だからこそ地元のファンになるっていうのはね、王道ルートなんじゃないかなと思います。次、タイガースファンの多さに震えて眠れ。震えて眠れないよ、逆にね。理由は関西人。セリーグ初日でね。理由は関西人だから阪神ファン。こちらも綺麗なストレートよ。次、いつもコメントくださる方ですね。WACKY って読むんだよね。脇健さんかなこれ。また読み間違えたら申し訳ないんですけども。トラファンです。理由なんてないですよ。気がつけばタイガース。兵庫県民で行ったことのある球場も、県内の甲子園、ホットモット神戸。ホットモット神戸行ってみたいね。だから人工芝でどうも知らない。他球団ファン応援チャンネルにお邪魔する理由の一つに、他球団ファンからタイガースはどう見えてる。確かにね、自分のチームが相手から来たらどう見えてるのかっていうところもね、確かにこのチャンネル見たら結構相手チームに対しても詳しく、アウトレイハイ言ってるつもりなんでね。そういう気持ちが届いてると思うとね、非常に嬉しいなと思います。ちょっとコメントがありがたいことに多くてね、ちょっと息切れしてきました。やばい、喉が持ったね。たまたまじゃないメンバーシップ、野口博さんかな。自分はジャイアンツファンです。ね、昔から松井秀喜、ゴジラ。懐かしいね。当時名古屋ドーム広いですけど、ホームランスコンスコン入ってた。今はスコンスコン入らんけどね。一人だけ当時すごかった。あとは平成の三本柱の桑田牧原斎藤。懐かしいね。いやー、これはもう、プロ野球スピリッツの TSOB に出てくるピッチャーばっかりだよね。次、親子4世代のモーボの系譜。親子4世代、すごいね。おじいちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんっていうのかな。4世代、もうタイガースの血が黄色い血が流れてるんじゃないかっていう。ね、どうやら阪神がちで、インローアウトローハイに生まれる変わった気が来たようですね。生まれ変わりませんよ。このチャンネルは中日がちでアウトローハイです。お間違いなく。そして次、気づけば20年近く広島を応援しています。ははははということで、20年カッパン。その方がこのチャンネル見ていただけてるっていうのがね、カッパン貴重ですから、ありがとうございます。お腹の中にいた頃から甲子園に行ってた。人生より長い阪神ファン。確かにね、もうお腹の中の時からこう、親が連れてってきてくれた。これはアウトローハイからしたら幸せもたまったことないよっていうね。アウトローハイもさすがにお腹の中にいた時から名古屋ドーム行ったことはないと思うんで、憧れますね。リトルリーグの監督が元ドラゴンズの選手だったので、ドラファンになろうと頑張ったけど、夢中になれなかった。カープしか応援できん体に生まれてしまったということなんやな、ということでね。いやーでも確かにこう、ね、このファンになろうって頑張れば頑張るほど、いやでも本当の本心はこっちなんだよな、みたいなこう、複雑な気持ちもあったりすると思うんですけど、まあ、アウトレイハイはね、別にそんな気持ちはないというか、まあ、ドラゴンズ行ったぐらいで、そこはね、心配ないと思います。心配なくてね、大丈夫だと思います。やばいな、もう。ゲットが出る。楽天ファンです。ありがとうございます。貴重です。楽天は応援歌がかっこよくて、あとチームの雰囲気が独特、ふわふわ感が好きです。ふわふわ感ね、楽天ふわふわしてるかな。まあ、ほんわかしてるからどうなんだろう。そこはちょっとあれですけど、なぜなぜって感じですけど、まあでもね、ふわふわ感もね、ありですよね。藤川球児の広玉ストレートを見ていや阪神ファン。一人の球のこの球種を見てファンになるっていうのも、これエモいですね。次、おばあちゃんが阪神ファン、お父さんが阪神ファン、私も阪神ファン。3代続いた猛虎魂は英才教育の賜物です。関西だと大体こんな感じになるのかも。けど一番好きなピッチャーは大野投手。ありがたいね。大野投手も負けてもやられたなと笑ってます。野手が大好きだし、打者よりも野手が、投手が好きなので、野球が大好きだし、打者よりも、投手が好きなので、他球団でもいいピッチャーが素晴らしい投球をしていると応援したくなります。だから中日阪神、確かにね、中日阪神は投手力のチーム、ロースターになるチームですから、確かにそういうファンからすると溜まったもんじゃないよってね、思うかもしれません。次、次、急に英語来ましたね。阪神 is my life。My family has been 阪神 fans for generations. まあ、世代というかね、さっきと似てますね。もう本当に家族ぐるみやね、答えがさ。The most important pitcher for the 阪神タイガース is pitcher 才木ということで、才木投手ね。ストレートが速いわ、フォーク落ちるわ、たまに投げるカーブはあるわ。もう来年ね、普通に10勝を取れるピッチャーじゃないかなっていうね、怪我さえなければ。そういうピッチャーだと思いますよ。ね。あと次もね、物心ついた時からの阪神ファン。物心ついた時からの阪神ファン多いよね。あと、ビシエロ選手が大好き。ありがたいね。ビシエロ選手結構ね、こう、温厚っていうかね、こう、ファンから愛される選手ですからね。あとは来年頑張ってほしいと思いますよ。ね、どんなに弱くても準備したらもんず。山崎武さんのサイン入りバットデッカベロンズ応募して当選おめでとうございます。そういうグッズ当たってね、ますますファンになるっていうのはね、意図羨ましいですね。親父が巨人ファンで実家が大阪、小学生の頃に親父に巨人戦を見に甲子園に連れてって行ってもらい、その時の阪神の大声を聞いていた今までずっと阪神ファン、学生の頃から巨人ファンの親父がチケットを取ってくるから観戦するのはいつも甲子園の巨人戦でした。だから巨人も普通に好きです。ね、敵地のビジターでね、こう巨人戦見るっていうのもね、こう、伝統の一戦見るっていうのもね、いいですよね。そして、お父さんかな？ね、親父がチケットを取ってくるっていうね、最高の親父さんじゃないですか。それたまったもんじゃないよね。もう本当に親孝行してあげてくださいってことで。そしてね、トラボーダーに縦じまいを感じますね。そう、多分この、お願い動画出した時にね、ボーダーの服着てたと思うんですけども、別に、あれ、プライベートの服なんでね、決してタイガースが好きだからあの服を買ったっていうわけじゃないです。あれはあくまでも後付けだと思います。さあ、そして、まだまだコメントありがたいことに。
僕は大阪生まれなのですが、父親のカープファンによくカープ戦を見に連れて行ってもらったっていうのが一番。あとはカープっていう選手やファンや球団全体温かいところが好き。温かいところね。確かにカープ温かいもんな。僕がカープファンになったところは本当に弱くて弱くて、前の阪神ファンになんでカープなんか応援してるんやって言われましたが、そんな時期からいい意味で高校野球を見ているようなガムシャラ感のあるね、カープの野球が本当に大好き。今年の1年間ありがとうございました。こちらこそです。カープも中日も来年1年間選手の怪我なく無事にまた144試合3試合戦い抜いて、お互いに楽しいシーズンのことになってますってことね。こちらこそですよ。いやー、弱い時も経験してるっていうね。確かにカープね、数年前までカープ3連覇する前なんかこう結構球場ガラガラでねって言ってもいましたけども、弱い時応援してね、何度も言ってますけど、そういうファンがね、報われる世界線があってほしいなと思いますね。うん。同じ野球ファンとして自分にここまで言っているチャンネルに衝撃を受け、でもドラゴン愛をすごく感じる、そのギャップが面白くてチャンネル登録しちゃいました。ちなみに生まれた時からカープファンです。ありがとうございます。もうそんなこと言っていただけるカープファンの方ね、貴重なんですけども、いやー、まあアウトローに入るのこの正直、まあ本当に良くも悪くもね、いいものはいい、悪いものは悪いっていうね、この正直さにこう惹かれたっていうのは、このチャンネルやってるやりがいとしてもね、そこは大事なコンセプトにしてるので、いやー、受けてもらえてね、本当に嬉しい。小学校2年生の時に、当時たぬきさんですね、こちらね、当時のしましま帽子に一目惚れして阪神ファン、いいですね。父親と親戚はほとんど巨人ファンだったので、ね、かなり喧嘩しましたが、なんとか生き延びて、ね、貴重な阪神ファンということで、周りに流されず阪神ファンを貫いたぬきさん、立派ですね。ベースターファンです。田村さんのヒロイン見て、あの青いユニフォームに惹かれて、吉村弘樹にロマンを感じてずっとファンですけどね、この2選手に憧れて、ベースターファンということで。生まれてこの方、阪神ファン。背番号28と22の黄金バッテリーが好きでした。2番目に好きなのはドラゴンズですね。ドラゴンズは投手がいいので、打線さえ繋がれば強いライバルチームだと思ってます。2番目に好きなドラゴンズ。もうありがとうございます。ね、物心ついた時から阪神ファンです。アウトローインハイさんの野球愛のファンでもあります。ありがとうございます。いやー、こういうこと言ってくれる他球団ファンの方が多いね。いや、本当に他球団ファンの方にももう感謝しきれないっていうか、まあ、トーク票数はドラゴンズファン3位でしたけど、いや、こういうコメントもらえるとね、本当に温かい気持ちになりますね。次、愛知出身、広島在住、家族全員でカープファン。広島カープのファンサービス戦略にハマりました。広島ローカル局で毎日カープ情報やるの選手に身近に感じられるメディアが多数あり、応援したくなる。広島駅からすぐスタジアムで現地観戦行きやすい。ね、故郷の球団中継も気になり、今年アウトローさんについて動画通じてみてます。ありがとうございます。ドラゴンズのことはこのチャンネルで甘かせあるということで、ね、確かにこう球場からかの歩いていくあのカープの球場歩いてるね、このロードっていうのもね、まあカープの赤色になったローソンのコンビニとかもね、ローソン本当は青いんですけどね、いやあれもね記憶残ってますね。あとは2015年からタイガースファン、自称金本チルドレンというね、2015年ちょうどアウトレイン杯がね、こう2013年からファンになったのね、近い世代ということで親近感感じますけどね。あとはね、巨人ファンです。小さい時見た坂本選手かっけーよな。野上選手のあの打球をね、こうまあ取らずにこう見送った、あれは感動するよ、エモいよなって、ああいうところ心のイケメンだよね。はい、ということでね、まだあともっとね、たくさんコメントもらえたんで、ちゃんと読んで、コメント欄読んでるので、ハートを押してるので、ね、たくさんコメントくれた方々ありがとうございます。阪神ファンの方がね、この後もコメントがだいぶ続いてたということで、いやちょっとアウトレイン杯もね、だいぶこうもう声量がね、もう残りエネルギーがもう 1%、2%、10で 1%、2% なんで、この後ね、この長尺動画の編集もしなきゃいけないんで、ちょっとここで打ち切りさせてもらうんですけども、本当にね、今回投票してくれた方々とか、このチャンネルを応援して見てくれてる方々とか、コメントくれてる方々とか、すべての人にね、感謝してます。来年もね、もう来年もこのね、アンケート調査動画撮りたいと思ってるので、ぜひ皆さん来年もね、一緒に共にこのチャンネル見て、応援していただいてね、現地行った際は声かけていただいたりとか、本当にこれからもね、一生ね、よろしくお願いします。本日の最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、ちょっと今日久しぶりにライブ配信以来めちゃくちゃ喋って、ちょっとさすがに喉がありがたしんどい。